木王八春は中国の伝説に登場する八頭の春馬。紀元前11世紀頃の周王朝の木王が所有していたとされる。八春図、左上から時計回りに緑のみ、赤き、通り、白、よし、こしりん、山子、巨木。周域によると大地を踏み荒らさず飛ぶように走ることができる絶地、猛禽よりも速い、小星は、 一よで万里を走る。本性。太陽の後を追って走ることができる。腰影。色鮮やかな毛を持つ馬で、光のように明るく輝く。湯晶。あまりの速さに銃の影を持つ馬。超光。雲に乗って走れる。アグリム。翼を持つ。強力の発動で構成される。説明の通り。 これらは速さにちなんで名付けられていると考えられる。僕王はこの馬たちに馬車を引かせ、中国全土を巡った。その旅の途中で、神々の住む混乱山にも立ち寄ったという。僕天使伝では、馬の名前は赤木、通り、白、よし、ゆりん、山子、巨木、緑耳であり、性質については何も書かれていない。これらは木の色にちなんで名付けられていると考えられる。 御者は作り父である。列詞の文献にも、僕天使伝同様の記述がある。登場するのは、緑耳、赤き、白、巨木、コシリン、通り、ヤマコ。ただし、僕天使伝の方は、コシリンではなく、ユリン、白ではなく、白よし、ではなく、となっているなど、同音でも多少表記が違う部分もある。博物誌には、赤き、火王、白吉、花、巨木、 通りと別のパターンも見られる。弟子と同じ音なのは赤き、白よし、巨通り。発音が明らかに違うのは飛べき。最有機にて名場の名前のうちに挙げられる場面がある。のぜ、危き千里流、中立紫ばめ、強欲銀、火をこぼしは赤うさぎ蝶光、腰照夜景、あぐりきりかちきをいかぜせ絶地、火、本性一標赤電。 同社空気雲もろトラ、ゼ絶コミ紫四曲だやて、八春九一、千里と絶群。この頭領は、一家家政風蓄天聖神僧、東武東雲気緑長。類書とは、要は、辞書や辞引きのようなものである。太平行期にも、絶地、小星は、本性、腰影、湯明、ら、超光、アグリム、強欲という、周域と似た記述がある。水中には、 緑のみ、通りが登場する。幼稚や母吐き相平家、孔岳歌声ち智い、八春悲劇三万里、僕を何事不従来。李昌院、幼池僕を八春草不決、海外札広町実月。五雲持団安間宮、嫌い落ち独身白髪。竜佐三八春図また、僕を八春を直接刺さずとも、 八頭の馬というものが縁起の良いものとして描かれることもある。草万派生緑、空上白日町。吹雪か変変、春道水暴々。八春随天使、群神十部公。春歌劇で順守る、相番、変化公。徒歩、白城,城、古これかき、勇気収木を派生八寸将金林の巨者、後の構図者、ためゆきず、そう、聖意家電の。 みそのじょう、じんかい、みなわかけん、わかしょう、わかその所有不形成、大野せのゆう、さ不そくさい。きその春や、陰陰いよの。のりそのこと成人者、またるいぜ確しか。古伝ふっつぎいわく牛首、女く曰かいわくその、形類蛇、孔子女頭、若うしじ衆。申し曰もく、何も、友人かな今日。 春がい人道耳。今、夫馬車、合ものりの、ある一理事汗、せ、ある十理事汗、せ、ある千百理しかも不汗者。死の、獣をたてがみ、四足、しかもひずめ、草のみ図、かずや。水ぜ、自習春、またたぐいなり。今、婦人、有不足ため不犯者、有不足ため利者、有不足意志大部者、有足ため者。死の、窓か、首こめ。 食国地方肉、しかも清し、毛衣もしかも置き、かずや。水税、自主清し、またたぐいなり。佐のり、ふつぎし、除火し、甲子氏は、ぜまた人のみ。確か、白よし、山子のたぐい、若果ていうの、ぜまた馬のみ確か。またカラストくため牛、ため蛇、ため頭、ため竜、大鳥、麒麟、灯籠禅なりかな。さ、しかもよの忍ぶ春舎、不朽の馬。 しかも必ず手綱に、古修繕の言うとく趣味や。忍成人者、不朽の人、しかも必ず若うし、若蛇、若頭の問い、古修繕の言うと正となり。誠し殿下有う者、虚巨かもふんの、のりしゅんば、与え正とでたしか。竜草原、三八寸図説。ありがとうございます。